はい、昭和中学校バウザークラブの皆さん、こんにちは。サバヤンゲームズでした。じゃあ、でこれ100万円届けらやっていきます。最後よろしくお願いします。スタートの本日はね、ちょっと悪い字花ちゃんで、いきます。よろしくお願いします。結構ね、ガチオブガチのカスタムなんですけども、本来、普段全く使ってないんで正直どうなるか分かりませんが、まあ、きっといい結果を期待して頑張ります。よろしくお願いします。ということで皆さん、はい、昨日もすでに、ね、ご覧になってる方いると思いますが、昨日は木工先生と、対談をさせていただきました。はい、木工先生と対談をさせていただきました。まだ見てない方はぜひね、木工の実況で検索して、対談を見に行ってみてください。僕の師匠ですね。はい、ずっと、ね、思い描いて夢がようやく叶ったという、ところなんですけども、本日その後編がですね、何時だ、夜10時2本目の動画で公開されるんでね、ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。見て、で必ずね、前編を見てから、後編見るように。前編見たやつに後編見る資格なしということで、はい、よろしくお願いいたします。必ずね、マストで。さあ、ここから突っ込んでいきますよ。さあ、しつこい打開決めていかなきゃいけないかな、これマジで危なすぎ、その姿勢で。ダブル取れる、いいよ。5位で割って素晴らしい。ここから突破、もう突破しちゃうよ。これ突破してきた。 OK、 別ルート行っていいよ。いい感じ、4位まで上がったから。もう相手も全部やらなかったから、これ3位まで入っていいよ。2位まで入って、めちゃくちゃ 3位。どっち、相手も決まってお願い。さあ2位で倉持ち最高じゃん。ただそう、いや、ブーメランが、待って、ブーメランやめて。ちょ、マジミスった、いろいろミスったんだけど、ブーメランマジやめて、危すぎる。さあ前がクラ、さすがに停止とかしてこないよね。オッケー。え、これメダルめちゃくちゃ取れる。後ろのそのスターは絶対ショートが行くから行かない。メダル10枚にオッケーで、ちゃんとスーパーミータブル解放してダブル取れる。いい位置だよ。トゲ絶対行くから、トゲ絶対行く。ボムとかどう、みんな前ガン詰まりだよ。前ガン詰まりで最後トゲ行くから、これこっちいると、男のこっちいると、男のこっちルートでキノコはしっかり温存しといて、よし、どうだ、誰がいる、突っ込むわ。これ一人やって、はい、さあ、いや、外か行くべきなんだけど、これはもう突っ込む作戦で行かせてもらいました。はい、ショートカで下ってミスるぐらいだったら確実に3位を取りに行く。まあ、そういうね、無難な立ち回り。第2レース行きましょう。しゃはい、ということで第2レースは四つ石サーキットへ。で、これ皆さんちょっとね、言わせてたけど、デスターグッズね、まもなく、売り切れ間近いここなんで、本当にね、スタートまだ買えてない人はこちらもね、動画概要欄にリンク貼っとくんで、しっかり購入のほどよろしくお願いします。はい、めちゃめちゃいいんで、今回かなりこだわって作ったやつなんで、ぜひともね、一人でも多くの人に買ってもらいたいという思いがあります。はい、全然決まらないね。はい、もう誰だ、回線落ちしたの誰だ、めちゃくちゃ迷惑だぞそれ。かなり四つ C サーキットで回線落ちは非常に迷惑だから、マジいろいろ変わってくる話が。7位出ると信じてねえ。よしえ、ビリのよしえ、動き出せ。マジでこれ負けるよ、こういう四つ C サーキットマジ負けるから。ダブル取る、もうこれヨシエがね、回想落ちしてるから。え、赤コール出てるんだけど、普通に赤コール出てるんですけど、俺僕だけですか、キノコは。ただもうどんどん それだったらもうどんどんやり合ってもらいたいけど、キノコ1個使うよ。多分キノコしか出ないでしょみんな。もうこれ回想落ちしてんだもん、キノコ使って。もうキノコ、赤コール、お前なんでさっき赤コール引いてんの。いや、もうそれ誰、なんであいつ赤コール引いてるわけ。俺マイクよ、もうこれ。もうだってもう、ああ、やっと復活した。投げといて、クラクション怖いから投げといて、もう前行っちゃう。これトゲ待ち戦法、トゲ待ち戦法でマイク OK。 これでもうこれ前だね、答え出ました。ただ回線戻ってんだよね。 OK、 1個投げといて、ちょ軽減気味になっちゃうかもしれないけど、軽減になっちゃってるよねそれ。こっからゴリゴリでちゃんと食わせて、素晴らしいプレイング。誰あいつ、誰やの姿勢。だから早くね、異常に早くね。さあ落ち着いて、でもいい位置いるよ。あだこら持ってるね、ピョッて飛んで、待って、グダってるね。これちまいて、俺じゃない、危ない危ない、
2位だよね。返せ返せ。2位絶対に、絶対にいいよ。おい返せ。これ2位だからね、これ2位カウントです。絶対2位カウント。返せ。緑コーラ持ちっぱなしだよ、頼む。これ2位です。3位です。これはいや、これゴールしてから、1位がゴールしてから30分経ちましたんでのパターン。バレーじゃー、びっしりごめんなさい。チート使いました。はい、2位の時に、使える、チート、ここ最終チート使わせていただきました。スタート1位になりました、ありがとうございます。ということで、意味が分からない、あれ1位 でちなみにめちゃくちゃ回数落ち、8人ぐらい回数落ちて、なぜか僕が、コンピューターが約8人だから、はい、だからかなりイレギュラーなレースになると思うんで、一生懸命前張っていきたい。さあ、まずメダルもどんどん使って、ダブルで取れる、 OK、 ナイス。さあ、もう前に行けだよ。もうコンピューター多いのはもう分かりきってる話だから、もうとにかく前、とにかく前に突っ込んでいく。もう逃げ切る。ごめん、ちょっと下手なのこれね、わずか2割譲って、はいはいはい。で、赤にの体勢、赤にの体勢、トゲマチの体勢、はいはいはい。これが最強なんだよね。コンピューターくそ遅いけど、はい、ゴリラを組んだ。こいつ爆殺だけ食らいたくないんだよね。何をしてる。まあ、トゲ来たら絶対譲る、トゲ来たら絶対譲るっていう感じでさ、まず1個来た、爆散狙ってみる1回。あ、消せたね、多分今赤コーラ投げてたから消せたっぽい。さあ、ダブルアイテム取っていいよ、いい感じだよ。あ、トゲ来たね、譲るか、譲っちゃった。3段も来てね、もうすごい、めちゃくちゃないよね。だったらこれでちゃんと復帰していい位置にやる。で、みんな向こう行ってくれてるよね。オッケー、ナイス。いいよいいよ、ああ、ものすごくいい。スプラットも消せる。で、内側から、内側俺がいるよ。1割しちゃうけど大丈夫。メラム2枚取って、ジャンピングアクション、オッケー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 。いいよいいよいいよ、ぐだれぐだれぐだれ、もっとぐだれもっとぐだれもっとぐだれ。メダル1枚かすめたところ、ダブル防御、アルフの顔、アルフの顔色。オッケー、ダブルボーン来たー。さあ、トゲモン行ったらもうないでしょ。悪くない悪くない、プレイング。最後集中、待って、挙動が全然違う、挙動が全然違う。これもこれと、これ3、さあ、キロコ引く、キロコ引いて勝ち。引けない、危ない、あ、トゲ行った、お前やる、危な、もうやったわ、ガチで。ねえ、もう挙動が違うんだよね。もう普段空豆使ってるせいで全然慣れない。入射角3131、取れる時に1を取れない、1じゃない時に1を取れる。はい、少し人数が増えました。第4レースはミュージックパークということで、人数6人ですね。6人なんで、まあ、同じく、かなり前張り交差で前張っていきます。先ほどから懐かしてしまい、本当に、スタート申し訳ございませんでした。そんなこともあります、私、はい、人間なの、人間ですから、人間だもの、人間だもの、そんぐらいあります、あります。さあ、インからもう、はい、欠防御、欠防御、どうする、風起こせよ、風起こせよ、しばく、攻撃にしばいて、こう、俺だね、なんで赤コーラよりによってお前引いてんの、俺の時絶対引いてないね、周り、おい、知ってるさ、邪魔。とりあえず邪魔だからしばいといて、もうどんどんしばくよ。これ早く前行きたい。メダルがなさすぎる。オッケー、メダル3枚取れる。熱い。で、これダブルアイス取れる。ジャンプやりましょう。え、早くない？さすがに早いと思わないみんな。うまい。うまちょくさわ。危ね、踏まれそうだったけど、ちゃんと2で割ってオッケー。ナイス。はい、欠防御。で、もう近づくな俺に。さあ、バナーあるよ、そこ見えてるかな、君には。相手絶対攻撃相手ないはずなんだよね。さあ、ここから質感、早いやつ早いやつ早いやつ決める、早いやつ決めてシングルでいい。もうとにかく早く走る。ねえ、
早くない？俺から取るの。さ、メダルもかっさらって、メダルかっさらっていく。ジャンピングアクションを決めてさ、メダルも3枚取っていいよ。ジャンピングアクションいいよ。あ、クラスクション引いていく。いいタイミングの進み。あれ多分やりづらいぞ、ショーツカッツやりづらいよこれ。さあ、ここでトゲが来ている。アップダイしっかりと消していく。素晴らしいプレイング。家引きを貯めて、さあ差がぐんぐん開いてきた。さあ早いです。ダメで、いやもう絶対ダブル取れないと思ったからちゃんとメダル残しといた。俺の経験、今の経験が生きた。どんどん離して、誰も追いつかない。サワヤンゲームズさんがつい飛んで爆弾処理してくわ。ジャンピングアクション決めて、いいね。あがゴールちゃんとバーでステイで、あ、これ食らおう、これ食らって、え、もう一個食らわない。ビッチフィニッシュ、完璧。ビッチャピゴリータ問題ナッティング。どれ、部屋も運がいい。6人しかいないからね、しっかりと、3-1-3-1と最高05。はい、何を言ってるか意味わかんないから完璧でしょ。はい、で第5レースはこちら、64レインボーロード。かなり猛者部屋に入ってしまいました。50点以上が3、4人ぐらいいる。こうそいつらに勝たなければ、スタート高順位ありえない。そんな猛者部屋で頑張っていきます。前半のレースは打つ手かわつ手の、ガチガチバチバチジャンゼリパラダイスオンザビーチな、部屋でございます。さあ行きましょう。どっちから行こうかな。まずはバナさんぶん回してるバカ野郎がいるから、そのバカ野郎だけにはマジ気をつけたい。全員なんなら蹴散らしてほしい。風起こせ。落ちない、落ちた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 。オッケー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 。メダルも1枚取れてる。いい、すごくいいすごくいいすごくいい。それは運が悪い。なんか緑あったよね今、緑あったよね。俺の見間違いじゃなければメダル使っといて。いいよ、後ろから来ないのマジありがたい、大好き。うわっうわっ、またバレない。チートを使って、攻撃いいよ。オッケーオッケーオッケー、後ろやらせる。オッケー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 、トゲいけ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 、赤から来んな赤から来んな赤から来んな。トゲいった、待ってくれ。あ、待って、お前俺に投げんな、投げてあいつに投げて投げてやって、もう一回投げて、待ってくれ。それはキャー、いらなかったね、いらなかったね。2位でよかったね。59点の2人、やつらが結局やばいんだわ。いやー、第6レース、またしても4つ審査ケース、トエー。回線落ちなきゃダメだね。回線落ちなしの、どうしようかな。最近なんかやっぱ2022年はね、ここね、こう前張りが強いんだよね。その前でちょっと頑張ってみる。前で頑張ってみていい？ほら、前行くもん結構。ガチで結構前、みんな前行くんだよね。どうするお前。お前、とりあえず譲れって。こいつがね、マジ、前意識尋常じゃないんだよね。いや、メダル全然取れねえ。あ、やばい。オッケー、メダル1枚取って、シングルでいいよ。ガチ前しか行かねえ。あの頃だよ。一人やっといて、ピョッて飛んで、悪くないジャンプ。メダル欲しい。これ2枚集めるか。オッケー、なんか反射で食らってる。で、オッケーオッケーオッケー、こいつと俺の戦いになった。こいつと俺の戦いになって、ゾロあたい俺。ゾロあたい俺で。オッケー、赤コーラ俺じゃない。オッケー、どんどん赤コーラ一緒行ってる。1個交換しとくか。あいつ多分早いんだよな、マジで。マジ早いから。マジで、オッケー、赤コーラ2つ、最高。とりあえずメダル詰めといて、ここも1枚取っといて、そろそろ投げるよ。危ない、もう1個投げる。赤コーラ2つ通しといて、当たるでしょ。そこのサンダー、タイミング悪すぎる。これ、1回冷静に行こう。メダル1枚取って、冷静に行こう。あ、時行った、はいはい。で、前譲り合うじゃん。前絶対譲り合って、これ絶対当たんない。はい、譲り合ってる。いやー、キノコ引けないですか、ここで。さあ、メダル取って、冷静に。ここでキノコ引きたかったんだけどね。やばいの来てる。OK、一緒にやられた。キノコ。うん。あー、く
前だけは絶対やるよ。あ、ここでインから抜きたい。オッケー、俺がダブル取る。ナイス。あ、弱い。やってくれ。危ない。キロを使ってまい。トゲいった。うまいよお前。ねえ、なんでそんなうまいの。ねえねえ、うまいじゃんもうそれは。ねえお前うまい。いやー、もうちょっとレベルが高い。みんなわかるよね、レベル高いの。さすがに厳しいものがあります、その緑コーラは。こう1位で緑持ったのも運がいいな。そしたらバイアーとかだったらワンチャン避けてたんだけどね。緑は無理なんよ。草の弟子には絶対負けたくない。うん、草の弟子には絶対勝つ。風起こせ、風起こせってマジで。風起こせ、風起こせ、風起こせ。お前ら、俺ゴールドカイトだぞ。ゴールドカイト早いからな、マジで。ゴールドカイト早いから。風起こせ。さ、いい感じ。風もらってダブル取りに行こう。これダブル取りに行って、ケツ構えて、オッケー、メダル1枚取って。ボムやばすぎ。ちょっと頼むから、まだ置かないでね。頑張るなし、頑張るなし、マジで。こっちから行く。メダル1枚取って、こいつ置いて、ここ置いてくる。どこで。ちょっと離したい、ちょっと離したいんだよね。どこで置いてくるか分かんない。あー、多分ね、いや、ここなんだよね、多分。置いた？置いてないね。みんなこいつ棒持ってるよ。置いたね。見えてます。やべ、軽減させてもらってる。待って、やべ、これね、うまいプレイ見せる。ここ、何をした、何をされている。落ち着いて、指つりそう。後ろクラー、オッケー、後ろクラー確認。オッケー。絶対追いつかない、俺には。俺はメダル10枚あるから絶対追いつく。ねえ、なんでだよお前。マジやめろ、マジしょうがない。そっちめっちゃ遅いよ。そっちめっちゃ遅い。3位でいい。あと前落とさん、前落とさんで俺3位。オッケー、テイク入れて。後ろ何、赤これ投げて。強っ。いいよ、3位でいい。3位もよくないけど、1位草の弟子に負けた。いやー、うぜえ。あー、くそ悔しい。1位じゃなきゃダメなんだ、やっぱり。はい、てことで最終レースはコツコラツツボルツということで、新コースにもいくつのツが隠れてるか楽しみですね。午後 DLC 第2弾、スタート。てことで、もうここ最近正直超嫌い。なんてかって言ったら、めちゃくちゃ前が強いんだよね。うん、最初こうやってキノコ出れば、ほぼ角で勝てるんで、見といてください。もうこの時点で僕の勝ち決定しました。マジで。この時点で僕の勝ちほぼ決定です。はい、もうかなり硬い。かなり硬い。もうこういう状況、ほんと150年ぐらい待ってた。こういう状況。こういう状況150年待ってたんで、本当にもう期待してもらって構わない、これ。もう勝つから。はい、指でガッツリ溜めて、で、グライダーをバッサリ飛ばしていく。はい。いきなり赤これ飛んでくるんだよね、ちゃんと。ちゃんと飛んでくる。俺の時大体飛んでこないけどね。俺がね、2位とか、俺が2位っていうか、俺が2位足で大体ね、赤これとか全然来ないんだけど、こういう時に限って来る。はい。完璧、ただ完璧。ただ完璧なんだよね。ただ完璧。走りは完璧。で、ダブル前置くじゃん。で、ダブル交換するじゃん。はい、ボム引いちゃう。はい、もうどんどん逃げる。もう前張りあるんで、前張り最強なんで、ここも。マジで。で、ここガッツリ、インを刺しつつ、さあ、スーパー食べて、で、ガッツリ、ユミティ、ガッツリ。はい、うまい。ロングラン、これ決まんなそう。決まっていく、うますぎちゃん、うますぎちゃん、サワちゃん、コツコツつもるぞ、前張り最強。はい、ありがとうございます。もうサンタいつもいいよ。ジャンピングアクション。ちゃんと冷静に見てる？ちゃんとコースを冷静に見れてる？で、ここもイン刺して、早すぎる？で、スプラッドちゃんと消える？これ、はい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 、消して、あそこの噴水で消えます。スプラトゥーンはあそこの噴水で消えるんで、皆さんよろしくお願いします。ダブライト来ていいよ。はい、どんどん行くよ。あー、クラッチを引いちゃって、もう勝ち確です。はい、よろしくお願いします。あともう一回最後ロングラかましょう。もうサンドもいらない。
さんいらないっす。本当にいらないから。振りとかじゃないから。まあ、振ったらどんまい。うますぎちゃんじゃない？どうなってるこの差。この差が全てを物語っていない。違いました。完璧。はい、では第8差が100万ぐらいの私のポイント91ポイントで、はい、行きました。見事16位ギリトップ20に名を連ねることができました。ありがとうございます。まあちょっと疑惑の1位もあったんですけども、まあそれはそれで面白かったんで、よしとしましょう。ということで、ケース食べていきましょう。第1位 MK110 ポイント、強すぎる、優勝おめでとうございます。第2位ヒートレックサイ常連です、106ポイントございます。第3位ピクルス100ポイントございます。第3位マジかよつし9、100ポイントございます。これもね、ノロでたまにちょくちょくあったりします。第5位山崎99ポイント。第6位、これはおそらく亀太郎ですね。亀太郎の実なんで、カッコ95ポイント、はい、95ポイントございます。第6位ワルマメ95ポイント。第8位 RK、白星陸94ポイントです。第8位昴生94ポイント。第10位 NS14、93ポイントです。第10位横浜優勝、はい、かなりね最近ランクイン、ちらほら見るようになりました。93ポイントでございます。第10位千葉とペイ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 、はい、パイの、顔文字で ×5 なんでパイを5回、言わせていただきました。93ポイントでございます。第10位、ほにゃららほにゃらアイプライド、93ポイントでございます。第10位メロ、93ポイント。第15位ユニバークス、はい、92ポイントです。第16位コウ91ポイント。第16位勝田くんはね、91ポイント。勝田くんも結構前いた気がする。第16位私ノーワール91ポイントです。第19位ゾロはゾロ、はい、モサです。俺に緑砂バックスナイプ、ヨッシーサーキス決めたやつにちゃんと勝っていくということで、第19位は90ポイントということで、はい、当選者の発表に移りましょうか。今回も全てのレースにおいて、6位以上の成績を収めることができました。6レース的中で5万円、7レース的中で10万円、8レース的中で100万円のところを、今回、なんと、6レース的中が3人出ました。おめでとうございます。総額15万円の大放出ということで、皆さん本当にありがとうございます。はい、素晴らしいですね。いや結構ニアピンは最近ちらほら出るようになってる、うん、これがもしかしたら俺も少しは上手くなってる、何上手くなってるから、こう出るようになってるかもしんない、うん、結構ね近づいてるのは確実なんだよね、うん、ぜひ皆さん引き続き応募のほどよろしくお願いします。動画概要欄にね、応募リンク貼ってあります。ちゃんとね動画がある目を通してください。そして今日のね、なんちゃって1位、なんであそこ1位なのって思った人ぜひねグッズとボタンも押しててください。またね、2本目の、本日は木工先生対談の後編になっておりますので、ぜひ、ご視聴よろしくお願いします。またそちらの方でお会いしましょう。ブワー